人のアクションっていうものが拡大における最重要ファクターというか、じゃあそのバランスを見るとやっぱツイッターは結構いいんじゃねっていう。はい、どうもです。こんにちは、坂幸です。今回のお題は最強 SNS 決定戦。僕はとにかく稼ぎたいんだって思ってる人多いと思うよ。でそんな上でどの SNS がいいのぶっちゃけみたいな、ポジショントークとかいらないからっていう第1位ででん、ツイッター。本当にアメブロじゃないの？違うでしょ。トーカレじゃないの？トーカレ。女性がやって最も稼げる可能性のある SNS ランキング1位、トーカレです。これから稼ぎていきたいと SNS 基軸に事業立ち上げていきたいっていう人が、どの SNS がいいんだみたいな、ツイッターがいいのかな、インスタがいいのかなみたいな、まあ、もちろん事業領域によって変わると思うんだけど、それぞれの SNS の特徴とか難易度とかそういったことを一つ一つ話していければなというふうに思います。じゃあまずツイッターについて話していく。はい、我々ツイッターがメインというか、じゃあ最近 YouTuber か。いやそうかも、俺ら YouTuber 登録者2000人とかで言ってんだけど。ツイッターいいよね。ツイッターがまあ楽だよね。ツイッターってさ絶対赤字にならないじゃん。時間的コストもかかんないよね。一番手軽な SNS かつ効果がかなり高いよ。ツイッターだけで億以上稼いでる人いっぱいいるよね。ツイッターの優秀な点、拡散力が半端ない。炎上したもんね。いやいや炎上も起きるけど、いいことも悪いことも広がりやすいよね。炎上したって言ってもあれマンゴーの件でしょ。だらしいしね。僕は知らない。YouTube とかでさ商品の説明動画とか撮ってもさ見られないわけよ。インスタグラムで商品ピッと置いても拡散されるってことはまあないわけよ。でもツイッターすごいのが、僕がブレインってサービスリリースした時に拡散されまくってトレンド4位入ったんよ。こんなことあるみたいな。ツイッターが比較的まだアルゴリズムの影響を受けにくいというか、影響力ある人にリツイートしてもらえればそれだけは拡散するし、拡散力っていう点では圧倒的かなと。運要素がないよね。アルゴリズムの影響度が小さいから、結局人がさリツイートっていうボタンを押すかどうかが一番大事なんだ。人のアクションそのものの価値が高いからいいよね、うん、YouTube とかだったらさいいね押しましたとかコメントしましたっていう人のアクションにアルゴリズムが乗っかってインプレッションが出るか出ないかってなんか不透明でよく分かんないわけじゃん、はい、ツイッターってリツイートされたらもうそれ価値だから、人のアクションっていうものが拡大における最重要ファクターというか直接的につながってるんだよね、論理として。いやそれが非常にいいなと思うよね。こっちもさツイッター伸びなかったらさすがに自分のせいかなって思える。 YouTube、インスタ、TikTok 伸びなかったらさなんでアルゴリズムかよみたいになるけど、ツイッター伸びんかったら素の実力足りんかったなみたいな。逆にこれよくも悪くもなんだけど、ツイッターって素の実力出るよね。出るね。発信の価値というか、どれだけ共感取れてんのとか、どれだけ価値のある情報を発信できてんのっていうのが出るよね。 YouTube とかっていい情報が拡散される仕組みである。ぶっちゃけアルゴリズム賢くないからラッキーパンチで伸びちゃうみたいなこともあるわけじゃん。ツイッターないよね。 YouTube とかさやっぱラッキーパンチの逆もあるもんね。アンラッキーで全然伸びないとか、そうそうめちゃくちゃいいこと言ってる伸びない。これはちょっと伸びるとは別だけど収益剥奪されちゃったりとかあるから、そういうの怖いよね。やっぱツイッターですよ。デメリットないもん。炎上しやすいぐらい。炎上するのは炎上するようなツイートしたやつが悪い。大体そう。僕ぐらい、まあ、あとアンチとかがまるで一人の人間かのような顔してるよね。ツイッターだとちゃんと YouTube とかだと表示できなくなるけど、ツイッターってなんか人間じゃないアンチたちにも一応人権が与えられてるから。じゃあ次 YouTube。 一番でかく稼げるのは YouTube だよね。ある程度勝ち筋見つけたら YouTube って意外と伸びる。ちゃんと伸びる。メンヘラじゃない。メンヘラの SNS があるんですか？ TikTok。 TikTok はメンヘラです。 YouTube の一番強いなって思うのが、フォロワーさんとか視聴者の可処分時間を最も奪うことができるっていう媒体かなというふうに思ってます。 Twitter とかだったら、まあ、拡散性はあるんだけど1ツイート見てさ、まあ、その人のプロフ飛んでもせいぜい2分よ。 YouTube だったら最初がキャッチーであればそれだけで10分とかの視聴者の時間を奪えるから、やっぱそんだけ時間を奪えていれば自分の思想だったりとか思考を視聴者に伝えることができるので、それは大きいメディアかなと思います。ただまあデメリットとしては結構大変だよね、運用が。自分が動画編集したらもう地獄よ、毎日投稿なんて。でそれ外注しようと思ったら結構お金かかるしね。だから売り上げ増やすんだったら YouTube しんどい、超大変。もう俺らもほぼほぼさもう撮影の仕事ばっかよ。1日あたり3本ぐらい YouTube というプラットフォームに俺の動画出てるもん。自分のチャンネル、スキル獲得チャンネル、ともハッピーさんのチャンネル、令和の虎、ウストクさん周りみたいな。とりあえず YouTube というプラットフォームに俺の顔を残しまくってる。なんかいいことあるかなみたいな。次インスタ。インスタはね難しいって印象しかない。うまくいく人はうまくいくよね。でうまくいってる人の行き幅は割と小さいなと思ってると思う。数百万じゃん。たまにいるけどね、数千万インスタフィン。 YouTube ってなんか割と奥行くじゃん、サクッと登録者1000とかで。 Twitter も行くじゃん。インスタの奥行く人聞いたことないな。インスタって
って勾配にならないってイメージない？ちょっとある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 。伸ばす時もアルゴリズムの影響だなみたいな、うん、運ゲーじゃねみたいな思ってる。結構エンゲージメント高いけど伸びてないなみたいな。このアカウントはインスタ界隈にのさばらせてはいけないって思われたんですか？怪しいやつら多いよね。俺インスタ先に新しいアカウント作ったんだけど、めちゃくちゃ副業の DM 来るもん。プライベートアカウント？プライベートアカウント。誰に言ってんだろう。そう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 、青さんやぞってやりたくなるけど、ちょっと面白いから乗っかってる。副業興味ありますか？ありますね。え、それ一緒に受けたいな。それ一回呼んでよ、ここに。あ、いいね。動画編集やってます。いいですね。個人でやってるんですか？いや、一応法人でみたいな、ね。これ運悪いよね。いいのか悪いのか分かんない。フォローさせていただきました。今副業とかビジネスされてるんですか？動画編集してます。個人でやってるんですか？そんな感じです。会社員ではないですか？ではないです。大事なのはフォロワー数より副業プロセスと対応力。対話のキャッチボール取れてますか？何言ってんだよマジで。本当によ必要なのはクライアントではなく契約件数。契約件数よりクライアントだから大事なの。じゃないと LTV 伸びないじゃん。インスタ情報商材界隈マジレベルが低いよ。めちゃくちゃ出んのかな。出ないよ。いやでもこれで出るんだったらやばいよね。めちゃめちゃ稼げる媒体じゃない。空想は知識より重要である。ん？空想は知識より重要である。なぜなら知識には限界があるから。想像力は世界を包み込む。意味が分かんないよ。でも難しい。伸ばすのマジでむずい。むずい割になんか稼げんし、まあ別に稼げないわけじゃないけど、まあ、100、200なら全然ねって感じだよね。インスタに全ツッパーしないかな俺だったら。やってもいいけどみたいな。あと TikTok 最後に。 TikTok はねもう分かんないね。伸びてくと思うんだけどっていうのがずっと言われてるよね。まあ視聴者も増えてるしユーザーも増えてるしアプリ使用時間も伸びてるんだけど、いかんせん稼げないよね TikTok って。 TikToker たちが TikTok の伸ばし方コンサルか TikTok の伸ばし方情報商材でしか稼げてないからね。 TikTok でねビジネスが構築できるっていうのは聞かないね。みんな空振ってる。リスト取れたけど空振ったとか。 TikTok いいって言ってる人たちのビジネスセンターが俺は低いなって思う。売上立ってないって事実があるから、どの会社も。 TikTok 経由のリードから売上が立しませんと。それも事実なんだよね。ブランディングとかだったらいいよ。一時期 TikTok 頑張ってなかった？うちもリードは取れるけど売上に対する費用対は悪い。売れるんだけど別に同じコストと労力を YouTube にされた方が売上10倍ぐらい高いから。 TikTok 熱いって言ってる人って TikTok しかやってないよね。 TikTok しかうまくいってないよね。 TikTok ってぶっちゃけ雑魚でも伸びんのよ。 YouTube でも売上立てれます、 TikTok でも売上立てれます、インスタでも売上立てれますって人が TikTok 選ばないもん。他で売上立てれないから TikTok で売上立つんだろっていうのばっか。じゃあ最後、アメブロ。アメブロ？化石。アメブロで稼ぐ系のアメブロがいるよ。逆になんかそういうなんかしょうもない市場の王になるのはありかもね。1億ぐらい稼げるからね、それで。一応なんか俺は Twitter と YouTube に貼ってくのが一番いいと思う。林さんとも同じ話したんだけど、フランチャイズチャンネルの林さんは YouTube と TikTok に貼ってる。まあ、YouTube がうまくいくのはもう分かりきってると。まあ、林さんの事業なんてね、YouTube 基軸で作られてるよね。で、うちらもそうじゃんか。なんだかんだうまくいってる人って全員 YouTube じゃん。リュウケンさんだって YouTube が伸びてうまくいってるし、Twitter もあるけど、ぶち上がった人って全員 YouTube でぶち上がってる。そうだね。まあ、YouTube がいいのは間違いないと。で、実際うちの会社の売り上げも YouTube 系がやっぱ一番いいです。で、もう一個選ぶとしたら、俺は硬い Twitter なんでね、絶対うまくいく Twitter。林さんは夢を見て TikTok。まあ、TikTok 今当然稼げないんだけど、稼げるようなプラットフォームにいつかなるだろうと。YouTube と Twitter かな。TikTok 張る気にならないよね、なんか。有効なリードが取れない。伸びることは簡単、リードを取ることも簡単。で、有効なリードは別に YouTube の方がコスパよく取れる。で、冷静に考えてさ、 Twitter って見ない人いるじゃん。言うても若い世代だと特に。インスタは見ない世代いるじゃん。俺らぶっちゃけプライベートでインスタ使わないわけじゃん。 TikTok も見ない世代いるじゃん。 YouTube って見ない人いないよね、ほとんど。だから YouTube なんだよね、結論。で、2個目はやっぱ硬い人は Twitter、 未来枠は TikTok。じゃあ稼げる度合いで言うと YouTube だよね。まあ、分かったと思うけど、最も気軽なのは何だと思う？ Twitter。 じゃあそのバランスを見るとやっぱ Twitter は結構いいんじゃねっていう。俺もそう思う。だから YouTube と Twitter に貼る。セミリタイヤしてもだって Twitter は続けるでしょ。 YouTube はやんないけど、最強は YouTube と Twitter という結論で良いですか？良いです。まあでもさ、どうやって伸ばすのかもっと具体的に知りたいんだよね。伸ばしてどうやって稼ぐの？まあ、結局さ、フォロワー数多い、チャンネル登録者数多い、でも稼げてないって人はすごく多いわけじゃないですか。このチャンネルなんか死ぬほど稼げると思うからね。じゃあそれなんで実現できるんですかっていうのを聞きたい。マーケティングですよ。あー、マーケティングか。でも、あ、でも青くんにマーケティング教えてって言ってさ、カフェとか呼んで1時間講義受けたらさ、まあ相当お高いんでしょ。まあ1時間さすがに50はもらうね。1時間 50？ あ、払えないな。なんかいい方法ないの？そういう人のために無料で期間限定メルマガを発行しております。この動画の概要欄にですね、タコ&青のマーケティングのなんちゃかんちゃらっていう、自分らで把握してないんですけども、メールマガジンを発行しているので、そちらのメールマガ登録しておいていただいて、しっかり勉強していただけたらしっかり成果が出るようになっておりますので、はい、ぜひぜひ頑張ってやっていただけたらなというふうに思います。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。